こんにちは。今日はですね、このソニーの α7-3 に 1635F4Z のレンズをつけたこの組み合わせと、ソニーのこの前出たばっかりの ZV-1、まあ、こちらのこの2つを Vlog とか自撮り用途で使った場合どうなのかっていうのを比較していきたいと思います。まあ、そんな感じでちょっと外に今から行きたいと思います。ということで、近所の昭和記念公園に来ました。まずはその、まあ、Vlog とかだと結構自撮りで歩き撮りとかすること多いと思うんで、その歩き撮りでどのぐらい手ブレ補正が効くのかっていうところをテストしていきたいと思います。じゃあまずこの α7-3 に 1635F4Z のレンズをつけた、この組み合わせで歩いていきたいと思います。まあ、とはいえこのレンズは、まあ、超広角っていうのもありつつ、手ブレ補正が内蔵されているレンズなので、割とブレは目立たないのではないかなと思います。あっちの空がねめっちゃ綺麗。ちなみにこれ今 PP10 というピクチャープロファイルで撮ってます。なんでダイナミックレンジはめちゃめちゃ広めに撮れるモードなので、空もなんとか飛んでないですね。まあ、肌を優先するとあんま空の表現はねちょっとやっぱり捨てざるを得ないのかなとは思うんですけど、はい、関係ないな。前にやるとこんな感じ。ちなみに今これ自撮り棒みたいなものをつけてます。いや気持ちいい。であとは、まあ、自分だけじゃなくてこの、前に向いた時どんな感じになるかもちょっとテストで撮っておきたいと思います。こんな感じ。今階段だからちょっとあれだな、地上に降りてきました。こんな感じ。まあ、結構雑に歩いてこんな感じですね。でゆっくり歩くとこんな感じかな。まあまあ使えるんじゃないですかね。って感じで次は ZV-1 に切り替えたいと思います。というわけで ZV-1 に切り替えました。とりあえずこれ手ブレ補正今スタンダードにしてます。スタンダードはこのボディ内の手ブレ補正なんですかね。確かちょっと歩いてみます。結構ねブレブレなんじゃないですかね多分。やばいおじさん来た。まあそんなこんな感じですね。前を普通に歩くと、まあ、普通に歩くと結構ブレますね。で次これは手ブレ補正アクティブモードです。やっぱね画角はだいたい30ミリぐらいかな。まあ、だいぶ効きますよね。ただね今これ目いっぱい手伸ばしてるんですけど、割とね顔面比率多めですよね。可愛い女の子とかだったらいいかもしれないけど、ちょっとねあれっすよね。はい、ということで次はオートフォーカスの比較を撮っていきたいと思います。モードの方は両方ともワイド、フォーカスの合う範囲がワイドにしてあって、顔認識もオン。α7-3 には瞳 AF がなくて、動画の瞳 AF がなくて、ZV-1 にはあれです、瞳 AF もついてますね。で画角、そっか画角合わせた方がいいね。画角、手ブレ補正オフにしてるんで ZV-1 も 24mm で、で α7-3 の 1635F4Z も今 24mm にしました。そしたら、まず急に現れる系でやってみたいと思います。なんかどうかな、どっちが早いですかね。恥ずかしいなこれ。はい、こんな感じですね。どっちが早いんだろう。あ、ちなみにそう、フォーカスもフォーカスの速さも両方とも、敏感っていう一番速いやつにしてます。敏感で高速ってやつに両方してます。次顔認識の追尾、この寄り引きでちょっとテストしてみたいと思います。どうかなって感じですかね。
したら次はちょっと遠くから来た時に顔が認識するかっていうのをやってみたいと思います。小走りでどうかな。認識してるかな。はい、こんな感じです。はい、ということで次はダイナミックレンジの比較をやってみたいと思います。ただこれちょっと比較がね、レンズも違うしセンサーサイズも違うしで結構難しいとは思うんですけど、一応条件を2つとも合わせていて、露出とかそういう感度とかの条件ですね。シャッタースピードが、640分の1、 F 値が F4、 ISO 感度が200で一応固定してます。で、まあ、ホワイトバランスはもう太陽光でずっと固定してあるんで今日はって感じですね。で ND フィルターもちょっとフェアにするためにセブンスリーからも今外しました。ZV-1 の ND フィルターも今オフにしました。したんですけど、どうすかね、この暗いところから明るいところまでの明暗差をダイナミックレンジって言うと思うんですけど、どうなのかな。そもそもこれフェアに撮れてるのかもちょっと微妙なんですけど、まあ、参考までにって感じで見ていただけたらと思います。ちょっと自分もねちょっと知りたいんでどうかな。ちなみにダイナミックレンジなんですけど、今 PP10 で撮っていて、あれです、 PP10 は HDR で、ハイダイナミックレンジの HDR で撮れるんで、11ストップまで、表現できるはずですね、両方なんで。まあ変わりないのかなとか個人的には思うんですけど、こっちの、ZV-1 の HDR めちゃめちゃ優秀すぎてちょっとすごい個人的には驚いてるんですけど、そうですね、もうちょっと補足すると、普通のピクチャープロファイルなしで撮ると SDR っていうスタンダードダイナミックレンジっていう、ダイナミックレンジで撮ることになるんで、ダイナミックレンジが5ストップから6ストップって言われてます。であとは、よく言われる、まあ、S ログとか C ログ V ログとかいろいろ各社が出しているログ撮影だと、13か14ストップの、ダイナミックレンジで撮れるって言われてるんで、はい、参考までにって感じです。じゃあちょっと次に行きたいと思います。興味が湧いたんで S ログ3、PP8 でも今ちょっと試しに撮ってみてます。一応ヒストグラムギリギリを攻めてねやってみてるんですけど、どうですかね。あと絞りは両方 F4 にしてますね。あとはちょっとシャッタースピードとか、あの ND が ZV-1 ないんでちょっと160分の1とかになっちゃってるんですけど、どうなのかな。あんま使わないんですよね。 PP7 はよく使うんですけど、 S-Log3 はあんまり使わなくて、ちょっと後でグレーディングするのが楽しみですね。はい、ちょっとこれうまく撮れてるか分かんないんで参考までに。ちょっと楽しくなってきちゃったんで、PP7 でも一応撮ってみることにしました。ダイナミックレンジの感じとかね、ちょっとこれで確認してみたいと思います。どうですかね、空とか飛んでんのかな。これちょっと自分のね設定がこれで正しいのかがちょっと微妙なんですけど、これが PP9 です。どう違うかな。ちょっと露出がね難しいっすね。14ストップって言われてるけどね、本当になるかな。うまく撮れてないかもしれないんで、そうじゃなかったら、まあそうじゃなくても一応出すには出すと思うんですけど、はい、参考までに、まあ、ということで、まあ、こんな感じの比較だったんですけど、どうですかね、編集するのが楽しみです。そもそもこれを撮ろうと思ったのがドリキンさんがねこの前出した動画にコメントしてくださって、まあ、それでまあドリキンさんもねこのレンズ迷ってるっておっしゃってたんで、まあ、ちょっと何かの参考になればなと。あと、まあ、ついでにね自分も ZV-1 とこれを比較したらちょっとどうかなっていうのが気になったんで、まあ個人的な興味もあって今回動画撮ってみました。あ、こっちめっちゃいいな。こっちのめっちゃ綺麗ですね。いやー多分ねこの HDR で撮ってるんで、この辺の空とかもねかなり綺麗に表現できてるんじゃないかなと思います。いやもうね本当にね HDR があまりにもすごすぎて、もう最近はもう本当に S ログとかも本当にあんまり使わなくなってしまってね、このHDR ばっかりで撮ってます。なんでね α6500 とかはまだついてなかったんですよね。6400からとか確かついてるんですけど、
だからもう6500とか売ってね、今度出る7-3とかにちょっと変えちゃおうかなとか個人的に思ってます、はい。あ、ちなみに今日はこのマイクは、ロードのワイヤレス GO にタスカムのラベリアのケーブルをつけてでレックしてますね。 ZV-1 も本当あの内蔵のマイクだけです。自撮りの感じどうですかね、手ブレとか。そう、その辺ドリキンさん気になってるのかな、わからないですけど。あ、ちなみにさっきは自撮り棒みたいな感じをつけてたんですけど、今はあのそのままボディ の右側を手で持って手持ちして歩いてる感じですね。で、画角も 16mm にしてます。やばい、人が来てしまった。あそこでね、ちょっと迷惑かもしれないからちょっとそろそろ撤収します。まあ、そんな感じで、あの結構雑なレビューだとは思うんですけど、あの誰かの参考になれば幸いというか、はい、嬉しいですね。ちょっと適当な感じもありますけど、ちょっと正確なねテストって結構難しいっすね、はい。まあ、でもこのね1635のレンズ、あの手ブレ補正がついてるってのもあってね、すごい Vlog におすすめのレンズなんで、レンズなんていうか Vlog にすごい相性がいいと思うんで。あとね、ジンバルに乗せてもねちょっと違うんですよね。やっぱ OSS の付きのレンズをつけるとより滑らかにちょっと撮れるのが自分の体感なんですけどあるんで、まあ、そういう用途でも結構おすすめできるかな。あとそのこのズームしてもこのあんまり前玉が出てこないんで、そこまで飛び出さないんで、ジンバルとの相性も結構いいと思います。あとはね、このなんといっても色味がねちょっとなんか微妙に青い感じっていうんですかね、このカーズサイズ独特の感じなのかちょっとあんまり自分理解してないんですけど、この色味もすごい好きで気に入ってます。とはいえね、あの GM レンズも山とか持ってくにはすごい良さそうなんで欲しいなとかちょっとね思っちゃってるんですけどね。でもあれめっちゃ高いんですよね。だからドリキンさんとかねあれ持ってるからめっちゃいいなと思いますよね。やっぱり手がプルプルしてきた。まあそんな感じで見ていただいてありがとうございました。まああんまりこういう動画はやんないと思うんですけど、まあたまにねガジェット超好きなんで、こういうのもねちょっとやってみるのありですかね。ちょっとわかんないですけど、ちょっと あんまねちょっと喋るのがあんま上手じゃないんでね、あんまね参考にならないのかなとかいつも思っちゃうんですよね。まあでもやっぱこうね本当に好きなことなんで、このカメラも山もっていうかね、そういうちょっと自分がやる気が出るやつはこれからも作っていこうかなと思います。じゃあありがとうございました。さよなら。あ、チャンネル登録よかったらしてください。さよなら。ということで、ね、まあ、ちなみに今日はこんな感じの比較テストでやってみました。ここにねあの ZV-1 を置いてで、まあ、撮るみたいな。ちなみにここあの昭和記念公園っていうんですけど、めっちゃいい公園なんで、なんか機会あったら遊びに来てください。遊びに来てくださいっておかしいか。はい、じゃあありがとうございます。今度こそ。